ジャスティス学園長雷蔵は優秀な生徒を政府に送り込み愛することを目論んでいた。しかし生会長の票は力による日本の直接支配を何だね、急に呼び出したりして事業のレベルが低い。学長、私にこの学園をくださいませんか。いくら義理の息子とはいえ、今和の家の首領ともあっても簡単に隙を見せるとはな。貴様、何をした。会長も全てはわしを油断させるためか。それでは今和の家秘伝の姫をじっくりと見せてもらおうか。学長、少しお聞きしたいことが。おっ、君は生徒会長じゃないか。やれやれ、調査やつか。その傷つき方だと結果は上々のようだな。それはどういうこと。まさかあなたの仕業だったの。いかにも私たち学園は日本制圧のための軍隊になるのだよ。秘密をこの雷蔵のように私の兵隊となってもらう。我が剣味わうがいい。ラウンドワン、ファイト。ダンス、見るがいい。ジャンプ、ドゥーラウン、ビクトリー。これほどまでに弱いとは。ラウンド2、ファイト。弱い。死ね、ビオルは。ドクター。ビクトリー。次元が違うのだ。学長、気に戻ってください。私の洗脳術は完璧なのだよ。まあ、君たち程度ならライズするんだろうな。彼らを洗脳するのですね。わかりました。最初にしては上出来だ。次は自分の息子を取り込んでもらおうか。誰だ、あんたら。なんで俺の名前を知っている。覚えていないのも無理よ。お前が赤ん坊の頃に会ったきりだからな。まあいい、直に言わせてもらう。君たちにはジャスティス学園に来てもらうよ。ジャスティス学園、あんたたちが学校を襲ったのね。我が剣味わうがいい。ラウンドワン、ファイト。ダン、ヘイタカ。ダン、ヘイタカ。弱い。ドクター。これほどまでに弱いと。
two, fight! わしの力になれ息子よ。わしはお前を傷つけたくないのだ。どうよくも日向まで、たとえてめえが親だろうが絶対許せねえ。おお、父親のわしを拒むというのか。これは息子と合わせたのはまずかったか。ここはひとまず退散だ。ここは一体どこなのだ。やはりまだ自我が残っていたようだな。お前はヒョウ。そうか、わしはお前に洗脳されて。なぜ貴様はこんなことをするのだ。腐った日本を制圧し、今和の家を頂点とした優れた者だけの国にする。父上の命令だ。今和の、まさか貴様は兄者。兄者は生きているのか。我が剣味わうがいい。極めるとしよう。ファイナルラウンド、ファイト。よだ。やし車。よだ。見るがいい。ジャンプ。ダブル。弱い。バカな、自力で洗脳を解いてしまうとは。まだまだ貴様の技は甘い。兄者の足元にも及ばんな。だが老いたわしには貴様の洗脳を解くだけが精一杯だ。やはりその程度だな。今度は二度と解けないようにしてやるわ。人の心、絆の力を知らぬ貴様には本当の洗脳はかけられま。黙れ裏切り者。二度と減らず口が聞けないようにしてやる。次はどこの高校だ。私の力の前ではお前の言う絆とやらもこの通りだ。ちょっとウェイト。 You are Justice 学園の学長ね。
新罰が下る前に、おとなしくロイを返してもらおう。今度は友人の絆とやらのお出まし。我が剣味わうがいい。ラウンドワン、ファイト。カバキの時間だ。死ね。カバキの時間だ。死ね。夜は。ビクトリー。とは次元が違うのだよ。ラウンド2、ファイト。これほどまでに弱いとは。君たち、わしらの暴力。もういい。こいつらは私が洗脳する。絶対だめだ。助けるまでは。なぜか。これでどうだ。生徒たちは簡単に洗脳できたのに。これにバカ、そんなことはあるはずがない。五輪高校チャンス。僕たちはすぐののだ。五輪高校は俺が守る。もう五輪高校ついていく。私らしくない迂闊さだよ。剣味わうがいい。ラウンドワン、ファイト。ダメだ。ダメだ。これほどまでに弱いとは。ラウンド2、ファイト。弱い。KO!
ルー。タイムで決勝ゴールってとこだな。ファイナルラウンド、ファイト。これほどまでに弱いとは。洗脳契約覚悟しろ。そうかい、敵もな洗脳の何でもしてみろよ。ははっ、突然しましくないの報道には悪すぎる。油断だ、試合も仲間がジャスティス学園に向かっているさ。なんだと、3年待てよ、次回のトップ大間違いじゃい。このハエどもが次々と湧いてきよって鬱陶しい。俺たちがハエかどうかは自分の手で確かめてみるんだな。倒す、うん、我が剣味わうがいい。ラウンド1ファイト。まさかこの私の洗脳が解けるというのか。やっぱり兄さんの仕業だった。その声が京介。愚民どもと遊びすぎて友情の絆とやらに毒されたか。親父まで利用しやがって、なぜこんなことを。この日本を見たまえ。平等の名のもとに愚民がのさばる醜い金権社会になってしまった。汚い賄賂も見捨て
政治も絆というお前ら愚民のエゴの結果ではないのかね。本当の絆は自分のエゴを超えて人と気づかれるものだ。賄賂とは違うんだ。所詮お前も愚民の一人か。私の新しい日本には必要のない存在だな。我が剣味わうがいい。勝てないよ。ラウンド1ファイト。遅い。見るがいい。ダン。弱い。正気になりやがって。よかったな、バツ。だが、兄さんは。この私の洗脳が解けただと。父上、なぜなんですか。なぜ京介が倒れているのですか。ああ、頭が割れるように痛い。一体奴はどうしたんだ。おそらく兄者が彼にかけた術と彼の自我が衝突しているのだ。自分の弟の傷ついた姿を見たことで兄弟の絆に目覚めたのかもしれんな。俺にはわかる。兄さんが助けを求めている。兄さんを救わなければ。お前たちが私を苦しめているのか。私と父上の野望は誰にも止めさせん。
が剣味わうがいい。極めるとしよう。ラウンドワン、ファイト。滅びよ。やさぐるま。滅びよ。引けじゃ。計算通り。ビアRound 2! Fight! 見るがいい。ジャンプ勝った。チュア。お疲れ。見るがいい。ジャンプ。お疲れ。どれほどまでに弱いと。父上、日本征服計画の達成はもはや時間の問題になりました。私に逆らうすべての敵は葬り去り、あとは生徒たちにクーデターの命令を下すだけです。しかし彼らは本当に私のために働いてくれるでしょう。彼らの目を見ていると何かが違うという気がしてならないのです。あの信じ合う心とやらを持つ恐れを知らぬ者たちの目とは。京介、なぜお前はそんな目をしているのだ。何がお前を変えさせたというのだ。いや、違う。昔は二人ともそういう目をしていた。また、あの頭痛が。父上、父上、どうすればよいのでしょう。私の中にいるもう一人の私が身を切られるような暗く冷たい檻の中で苦しみもがいて叫んでいるのです。これがあの愚民たちが言う孤独というものなのでしょうか。なぜ京介よ、私に歯向かったのだ。私はお前さえそばにいてくれればそれでよかったのだ。京介。